AQ さん。いろいろ悩んでるらしいじゃないですか。今回も買っちゃいましたね。まあでもね、今回いいと思いますよ。いつもいいんですけど。<laughs> まああの、いいと思います。はい。まあもちろん、あの、100万円とかぶる部分あるんですけど、うん。まあ両方聞くといいんじゃないかなと思いますけどね。うん。 まあこ単純にあれじゃないですか、一休さんあれですよ。あの、お客さんがどう思ってるかを知らないからじゃないですか。どうでしょうか僕は一休さんに、一休さんがどんなことを思っているのか知っているから、一休さんにいろんなことを問いかけられるんですよ。なんで問いかけられるかそれは一休さんからいろんな情報をもらってるからですよ。セールスするっていうことはどういうことですかセールスするっていうのは聞くことですよ。 申しますセールスするということは聞くことですからね聞かないと提案ができないんで売れない理由は多分聞いてないんじゃないですか単純にうん聞けばだから何だろうな、うん、悩みなんですかっていうのを掘っていくことが大事ですよど,どういうことに困ってるのかっていう、まあ、それがもう基本なんで どういうアプローチしてるんですかと聞くために。どう売るかではなく、どう聞くかで、どうアプローチしてるんですかと。ね。売ろう、売ろう。大事ですよ。大事です。だけど、どう聞こうとは思ってます <laughs> そう。だそこをね、徹底的にやれば、みなんだろうな。 いいと思うんですけどね、まあ、僕はひたすらこれをやってるのでだから売れるんですよ、うん、ピンポイントでも売,売りますしでなんでピンポイントで売れるのかっていうとピンポイントでこうやり合いしてるからですねでこういう動画を送るからあのー、なんだ僕は一休さんの情報をいただけると <laughs> なんで一休さんがこういうなね長文メッセージをもらえるのかっていうとなんでこんな長文メッセージを送るんですか僕になぜですか なぜ一休さんは今こういう状況で、何こんないらんでしょこの、まあいらんというかあれですけど、そのワクチンでこんな状態ですみたいなね。どうすか。ネットビジネスと関係あるワクチン。<laughs> コロナの話なんで。うん、でも、まあ、こういう状況で、こうだからちょっとできませんでした。でもやるんだみたいなね。その細かいペルソナ情報っていうかね。僕一休さんに一回も会ってないですよ。 一休さんの顔も知らんし、会ってないし <laughs>、ね。僕の顔は知ってると思いますし、僕の声知ってると思いますけど、うん。会ったことないですよね、リアルで。<laughs> リアルで会ってないけど、僕は一休さんがどんな人なのかなって、もうやり合いして分かるわけですから。まあそこに対して、一休さん、どうなんすかみたいな問いができるわけじゃないですか。 まあそれやってみてください、うん。どうやったら聞けるかっていう。どうやったらお客さんの本音を聞き出せるかっていう。うん。もうそこじゃないですかね。足りてない。まあやってるかどうかちょっと分かんないですけどそこは。うん。はい。頑張りましょう。 ドリアカ入る前にもうなんか、まあそういうところができるようになってればもう、あれは十分じゃないですか、もう入らなくても <laughs>。ね。<laughs> そう。まあこれも一休さんのもしかしたら作戦かもしれないですね。ドリアカも絶対入りますっていうふうに言うキャッチコピーですよね。そうすると、好感度持てるじゃないですか。で僕は、僕はドリアカにみんなに入ってもらいたいと思ってるので、 で、それでドリアが入るために頑張りますって言われると、もうちょっと応援したくなるじゃないですか。これ一挙のコピーライティングですね。<laughs> 吉谷からこういろんなことを聞き出すみたいなね。吉谷、すごいじゃないですか。<laughs> まあいいや。はい。まあ、また報告。まあ、あれ、ほんいいですからね。まあ、まあ、全部いいんですけど。ああ、いいですよ。はい。しっかり勉強してアウトプットしてください。はい。ではまた。